さっきまで寝てた。めちゃめちゃ眠たくて。今ストーリー出せました。あとは気小さいと確認したい。ちゃんと見えてる。そう、23時10分から15分間ぐらいだけ寝てました。私を愛してくれるのなら明日はちょっと長時間配信しようと思います。明日はね、こんばんは。メイクもしようかした。収録の日 MV と同じ髪型だったの気づけなかったのかしら。分かんなかったんです。うちの子が耳服？無印の名前何枚ですか？2枚かな。まあ、あのさ、そうなんです、ファンミーティングが広島で開催されることになりました。こんばんは。皆さん来れますか？トップバッターになっちゃった。改めてエスティの楽曲聴きよったらさ、僕はこの海を眺めてるの弾き方めっちゃかっこいいと思って。こんなだった。1曲なんかさ、絶対マスターとかしたいよね。あ、広島の場所はもう決まってるんですけど、でも皆さんが
き慣れてるとこだろうから大丈夫だと思います。まあもう誕生日を表して、お佐藤さんお誕生日おめでとうございます。確かにそれをファンクラブに載せたらいいのしてみよう。まあ、団長読もうかな。いきます。13位長谷川さん、12位マサジさん、11位アルマサトリアさん、10位ジョナラゴさん、9位井上義弘さん、8位キミさん、7位ブルーさん、6位坪井ゆうすけさん、5位キューさん、4位マサさん、3位ゆきさん、2位デレピーさん、そして1位はドルルンジちゃん、なっかんさんでした。秋の間22位はエンパワーメントさんです。ありがとう。26時50分からプレミアメロディックス出演するので、見れる地域の方はぜひ見てください。またね、ありがとうございました。Mm-hmm.